うございます。今日は6月の14日時刻は朝の8時45分頃ぐらいですね。ここは JR 四国土山線の高知駅です。今日はここの高知駅から、特急南風号に乗りまして終点岡山県の岡山まで目指していこうというふうに思っております。ということで今回もよろしくお願いします。今回はですね、南風8号に乗っていきます。使用する席はこれですね、グリーン車。まあ南風のねグリーン車久しぶりに乗るんでちょっと楽しみっていうのがありますね。まだあと15分ぐらい入ってこないんでそれまで待ちます。さあということで奥の方からやってきました。この列車が JR 四国最新鋭2700系気動車です。この列車に乗りまして今回は終点の岡山まで2時間30分ほどの旅となります。これが2700系のグリーン車の座席です。右側にリクライニング、そしてコンセント、読書灯のものがついております。座席に座ってみますとこんな感じ。前側にはレッグレスト、そして大きなテーブルがついております。南風の最新の車両なんですけど、これが一世代前の南風ですね。もう前まで南風としてバリバリ高知と岡山を結んでいた特急列車です。終点岡山の順に列車をしてまいります。途中駅7駅田では特急松山駅にお乗り換えください。境で高松方面ご利用の客様、多々津丸亀宇多津で快速残報と南風リレー号高松行きにお乗り換えください。床下から猛烈なエンジン音が聞こえてまいりまして、列車はゆっくりと始発駅の高知を出発です。これ右側に見えております路線が土佐電交通桟橋線。時刻チャイムが鳴りまして列車はゆっくりとスピードを上げていきます。それではこれから先南風号が通ります駅到着時刻の案内をします。次の停車駅が御免です。御免9時20分、土佐山田9時27分、大歩危10時2分、阿波池田10時20分、琴平10時44分、善通寺10時49分、多度津10時57分、丸亀11時1分、津田津11時5分、小島11時20分、終点の岡山には11時40分の到着です。高知駅を出ると列車は高架間を進んできますが、これもすぐに終わります。早速進行方向前側に見えてきました。こちらが四国を南北に貫きます四国山地。列車はこれからあの四国山地に挑んでいきます。列車は最初の通過駅であります麻生の駅を通過。まだ四国山地に挑むのではなく、途中の土佐山田まで高知平野を疾走していきます。
Republic of Bristol Path, Go Men. Passengers changing to. 最初の停車駅Go Menです。Go Menから先、土佐黒潮鉄道Go Men那覇線が出ております。この列車の1号車と2号車が5面を出てすぐに次の停車駅土佐山田に到着です。この土佐山田で岡山また高松からやってきました特急四万十南風号と離合します。さあ列車は土佐山田を出発。ここから先土山線、この南風号はとんでもない道を走っていきます。電光掲示板を見ますと次は大歩危。この列車は途中の大杉というところを通過しますので土佐山田を出ますと次は徳島県の大歩危まで止まりません。土佐山田を出ますとこんな感じで山に突っ込んでいきます。先ほどまでいた高知平野がだんだんと下に下がっていってるのが分かります。見えたと思いますけれども、あれが高知県内の秘境駅でもあります新街。列車はあそこは根引峠で大丈夫なのかな。根引峠を越えましてこの駅が JR 四国で最も標高の高いところに位置します重島。少し進むと線路が二手に分かれてきます。そうすると鉄橋を渡れるのですけれども、この鉄橋の上に駅があります。この駅が土佐北川橋の上にある駅ということで有名です。そして土佐北川を過ぎますと列車はすぐにまたトンネルに入っていきます。合流してきました。この川が四国一の大河吉野川です。吉野川とはここから先淡池田までずっと並走していきます。そして列車はもうそろそろ駅を通過。ここで対向の四万十号と行き違い。列車は高知県内最後の駅土佐岩原を通過。この土佐岩原から先次の駅が大歩危です。大歩危からは徳島県に入ります。ということで大歩危に到着。大歩危の次が主要駅の川池田です。
列車は主要駅の阿波池田に到着です。阿波池田で高知駅の特急南風号と行き違いをします。吉野川を渡っていきます。次の停車駅は香川県の琴平です。さあ見えてきました。この駅が全国でトップレベルの秘境駅、坪尻です。列車はこれから先、井の花峠という峠を越えていきます。列車は井の花峠を越えまして香川県に入りました。この駅が香川県で最初の通過駅、讃岐サイダです。讃岐サイダのところで少し先に行くと踏切があるんですけれども、この辺かな、ここですね。この踏切から先、サイダカーブという有名な撮影地があります。そしてずっとカーブが続きまして、そろそろ踏切があります。その踏切で撮るのがベストとのことです。ここですね。列車の時速はだいたい115キロ前後。ちなみに現在走っております土山線の最高スピードは120キロです。車内に忘れ物をなさいませんようご注意ください。停車時間は待つことをなっております。乗り遅れの内容をご注意ください。列車は琴平に着きました。琴平で観光列車四国真ん中千年物語号と行き違いをします。列車はすぐに次の停車駅善通寺に到着です。この辺りになると南風号はこまめに停車をしていきます。列車は善通寺を出発。善通寺の次は主要駅の多度津です。ご乗車ありがとうございます。次は多度津に停まります。もうそろそろ多度津に着きます。僕の方から合流してきました線路、この線路が松山方面からやってきました予算線です。予算線はこの多度津で終わり、列車はこれから予算線に入ります。多度津は四国の鉄道の拠点的なところ。この近くに多度津工場という車両の検査とかをする工場があります。列車は主要駅の多度津を出発。奥の方には86という機関車が置いてあります。多度津を出ますと次が主要駅の丸亀です。奥の方に丸亀城が見えてまいりました。もうそろそろ丸亀です。丸亀から少し進みまして、列車は多津に到着。右側にやってきましたのが潮風石槌号松山駅です。宇多津から予算線を分かれまして、次は本市美山線に入ります。この辺りの線形めちゃめちゃ面白くて、
この辺りの線路の配置が三角形になってるんですよね。どういうことかと言いますと、今列車が進んでいますのが本支備3線、このまま瀬戸大橋に入りまして岡山県へ進んでいくルートです。対して先ほど走っておりました予算線はこの下を通りまして、今見えておりますけれども奥の方、あっちの方面に進んでいきます。で奥の方に線路があるとか分かると思いますけれども、そしてもう一本高松方面から瀬戸大橋に入るルートがあるんですけれども、そこが宇多津短絡線、マリンライナーやサンライズ瀬戸号などが通ります。さあ奥の方に見えてきましたのが瀬戸中央自動車道、もう間もなく列車瀬戸大橋に入ります。瀬戸大橋は上の方に瀬戸中央自動車道、高速道路がありまして、その下を鉄道、この本支備3線が走っていきます。瀬戸大橋と言っておりますけれども、実際には一つの橋ではなくて何個かの島に重なって橋ができておりまして、その全ての橋を含めまして瀬戸大橋と呼びます。列車は途中最後の停車駅小島に到着です。小島から先、この南風号は JR 西日本の区間を走っていきます。この駅で JR 四国は終わりです。次は瞬間岡山です。最高の南風渦潮号という行き違いです。瀬戸大橋線はこのように超高規格で作られておりまして、列車は時速約130キロほどでぶっ飛ばしていきます。茶屋町の手前で奥の方から合流してきます瀬戸線、あの路線が宇野線、書類上ではこちらが宇野線に合流するという形になります。新幹線の線路をくぐりまして、列車はもうそろそろ中国地方随一のターミナル岡山に到着です。下の方から合流してきました路線が山陽本線、兵庫県の神戸から福岡県の門司だったかな、その辺りまで結ぶ路線です。列車はゆっくりと岡山駅に入線ということで、今回の動画は土山線を爆走します特急南風号のご紹介でした。この動画はここまで、ご視聴どうもありがとうございました。今回の二国の舞台は四国。二国のスタート地点は香川県高松駅、浜松駅から主な公共交通機関、JR、ホテル、バス、フェリーなどがある。なお、鬼ごの途中はタクシーの利用を使用禁止とする。公共交通機関が駆使して、逃げ切れる。ゾータバース、ゾータバース、壮絶な戦いが始まる。